皆さんこんにちは、報徳学院学習部の宇野俊です。中学生の悩みの3回目、今回はやる気が出ない、だから勉強しないとか、やる気がないから勉強ができないと、こういう悩み多くの人が持っていると思います。皆さん1年の中でやる気がある日ってそんなにたくさんありますか？ほとんどないでしょね。やる気ってないのが普通なんですよ。だからやる気が出ないから勉強しないね、やる気がないから勉強できないと、これは間違ってるんですね。やる気がなくても勉強はできますね。やる気が出ないから勉強できないというのは思い込みなんですよね。やる気がなくても勉強できると、勉強しなきゃいけないんですね。やる気は実はいつまで経っても出てこないんですよ。やる気が出たら勉強するなんて言ったら、ずっとずっとずっと勉強しないままになっちゃいますよ。ですからやる気が なくても勉強を始めましょう、ね、やる気が出てこなくても勉強を始めましょう。そして勉強を始めてしまえば、そこからやる気って出てきたりします。これを作業興奮なんて言いますね。最初から難しい問題、これをやるとすぐに嫌になっちゃうから、やる気を出すためにも最初は自分の得意なもの、ね、それとか計算とか暗記なんかの気軽にできるもの、こういうものから始めましょう。そして気分が乗ってきたら他の問題にも取り組んでいくと、このようにすればやる気がなくても勉強はできると思います。今回はやる気が出ないから勉強しない、ね、こういう悩みについての答えでした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。